脱獄だ？要はここから逃がせってことかよ。ああ、貴様らが協力するというのなら、もはやここにいる理由はないからな。連中の襲撃に紛れて逃げ出そうと思っていたのだが、協力者がいるのなら話が早い。その連中というのがルリアたちを狙っているというのか？連中は私と手を組んでいた。無論あの人形を狙っているなどとは口にしていなかったがな。少し考えればわかることだ。私以外の誰がエルステ帝国全軍に指示を出せる？それは当然本物のエルステ帝国のトップ皇帝様よね。ああ。だがその皇帝は私も姿を見たことはない。私が追放された今、実質エルステ帝国のトップは最小のフリーシアだ。そんな、じゃあ、あの人が本当の黒幕だっていうの？ほう、もう奴とは会ったのか。いけすかない女だったろ。フリーシアさん、オルキスちゃんを連れてました。悲しそうな顔をしたオルキスちゃんは、あの女が私を捕獲させたのには、これまでの帝国の悪事を全て私にかぶせ処刑する以外に、私はあの人形と引き離す、それが最大の目的だったのだろうな。バルツで警告した通り、奴はあの人形とルリアを自らの目的のために欲している。人形を手中に収めた以上、今度はルリアを手に入れるために動き始めるだろうな。ちょうどこの島に来る前に最初フリーシア率いる帝国軍に襲われたばかりだ。あの女は目的のためには手段を選ば、魔性も魔性の粉を流通させたのも全てはあの女の計画だ。もはや立ち止まっている暇はない。人形を取り返すためにも力を貸してもらうぞ。アポロ、お前はあの最小の目的を知ってるのか？詳しくは私も知らん。しかし秘密裏に調べさせておいた。結果は思わしくなかったがな。思わしくなかったってのはどういうことだ？結局分かんなかったのか？何も分からなかったわけではない。調べによって分かったのだ。やつはあの人形とルリアを犠牲にするつもりだということだ。そんな、じゃあ今オルキスちゃんは危険な状態にあるやもしれん。そしてそれは私の計画にとっても思わしくない。私ならあの人形がどこに連れて行かれたのか見当がつく。そして貴様らをそこへ案内できる。まあこうも身動きできない状態では案内も何もないかな。うん、お主の拘束具もそうじゃが、そもそも状況が八方塞がりじゃな。四方八方から兵が押し寄せ、これでは身動きが取れん。まずは突破口を開くぞ。わしに続くのじゃ。
よ。除去終了。さすがだな。帝国から離れようとも、その立ち筋が衰えることはないか。エルステ帝国最高顧問の黒騎士に立ち筋を褒められるとはな。かつてなら萎縮していたところだ。元最高顧問だ。今は哀れな逃亡者にすぎん。それで、こっからどうするんだ。まずはこの島を出る。あの人形がいるのはおそらくここではない別の島だ。おとなしく出してもらえるのかしらね。あのちっちゃい人怒ると怖そうだったし。小娘は頭が回らないな。そのために貴様らがいるのだろ。な、何よその言い草。そうね。それにもしかしてあなた、私たちにおとりにでもなれっていうの。おとり？それにはもっと適任者がいるだろ、太閤閣下。そうじゃな。わしはここでお主らと別れ、あの二人への対処に努めよう。師匠、危ないことはしないでね。何、心配はいらんよ。わしにできるのはここに残って嘘の情報を流すくらいじゃからな。まあ、あまり効果は期待できんがな。その程度で今日疲れるほど連中も甘くはない。じゃあ、なんか作戦があるのか。腹は決めたんだ。どんな作戦でも乗ってやら。作戦？そんなものはない。何？あの程度の連中を突破するのに作戦というほどのものが必要か。正面から叩き潰してやる。あのチビには借りもあることだしな。おい、オイゲン、黒騎士ってこんなやつだったのか。普段はクールなんだが、変なところは俺に似ちまったんだよな。無駄口を叩くなよ。さあついてこい。ほうけていたら置いていくぞ。黒騎士、貴様。ふん、たあいない。この程度でエルステ帝国の兵を名乗るとはな。いやー、おっかねえ。協力することになったとはいえ、黒騎士さんの前だとなんだか緊張しちゃいます。これは一体どういうことですか。すまないが、状況を説明してもらえるかな。え、見つかっちまったか。まあ、遅かれ早かれバレるとは思ってたがな。なぜ黒騎士の拘束が解かれている。返答次第では覚悟してもらうことになるぞ。まさか黒騎士に何か弱みを握られて。違うんです。これは今こうしているのは私たちの意思です。そんな、だってあなたたちは黒騎士とは敵対しているはずじゃ。黒騎士さんがどういう人なのか、それは確かにまだちょっと私には分かりません。でも私には助けたい子がいるんです。いつも寂しそうにしていて。だけどあの時ほんの少しだけ微笑んでくれた。その子にまた笑ってほしいんです。その子を助けに行きたいんです。その子を、オルキスちゃんを助けられる可能性が少しでもあるなら、私はそれに賭けたいんです。
そうか。それがキコーラの決断なのだな。モニカさん。ならば、キコーラ気空団は、もはや我々の敵だ。ここから先は、我々秩序の気空団が相手になるぞ。簡単に逃げ切れると思うな。剣よ、来てしまうよ。これはみんなの勝利だ。ありがとう。大丈夫か？ついさっきまで捕まってたんだ。無理はするもんじゃねえ。うるさい、黙れ。それに私がどうなろうと貴様には関係ないだろう。それとも何か？一度見捨てておきながら今さら惜しくなったとでも言うのか？黒騎士さんとオイゲンさんは親子なんですよね。不本意ながらな。それがどうした？それならどうして仲良くしないんですか？私にはお父さんもお母さんもいるのかさえわからないけど、でも家族は仲良くするものだってカタリナが教えてくれました。それに子供は親を頼るものだって。だから黒騎士さんももう少しオイゲンさんに。カタリナをお前のそばにつけたのはやはり正解だったようだな。え？そうだな、お前の言うことは正しい。お前の言うことはいつも正しかった。だがそれだけでは割り切れぬものが世の中にはある。その少々世間知らずなところもそっくりだ。なんだ。黒騎士さん言ってましたよね。黒騎士さんの計画にはオルキスちゃんが必要だって。黒騎士さんはオルキスちゃんをどうするつもりなんですか？今はそれを詳しく語ってやることはできない。しかし私はあるべきものをあるべき姿に返そうとしているだけだ。難しいことは分かりません。だけどそれがもしオルキスちゃんを傷つけるなら。そんなこと絶対に考えないでくださいね。ふん、肝に銘じておくとしよう。私にとってオルキスはかけがえのない存在だからな。この地に息づく精霊よ、力を。天の恐れに気づきから飛びました。
く。大口を叩いていた割に秩序の気空弾もこの程度か。やはりあのチビが相手でないと暇つぶしにもならん。なあアポロ、お前俺の知らねえうちに随分腕を上げたな。知らないうちだと？まるでさも長い間私の面倒を見ていたような言い草だな。いや、しかし本当に立派になったよな。おかげさまでな。父親などろくにいなくとも子は育つといういい経験になったよ。ねえオイゲンがちょっとかわいそうなんだけど。しかし思いっきりよその家庭の事情って感じだしな。ちょっと俺たちには絡みづらい内容だぞこれは。誰しも反抗期はあるだろうが、それにしては少々度が過ぎているように思うが。過去に何かあったのは間違いないみたいだけど、それより今お姉さんはカタリナの反抗期の方が気になるわ。カタリナにも反抗期ってあったの？え？ああいや、それがそのカタリナの反抗期か。ちょっとオイラには想像できねえな。いや、それはまあ多少はそういう時期もあったが、すぐに収まったというか。ああもう、というかこんな話をしている場合ではないだろう。今度は帝国兵だ、迎え撃つぞ。あて、ニヤニヤするな。よし、このまま進めばじきにグランサイファーが見えるはずだぜ。そういやグランサイファーに乗り込んだら今度はどこに行くんだ？オルキスちゃんのいる場所はお前が案内するって言ってたよな。ああ、おそらく人形はフリーシアと共にラビ島のメフォラシュにいるはずだ。メフォラシュ？エルステ帝国の首都であるアガスティアではないのか？首都さ、いや正確には首都だった町だがな。メフォラシュというのは私がエルステに来る前、エルステが王国だった時代の首都だ。ふーん、でもどうしてそんな古い町にいるの？今の首都は違うんでしょ？帝国の首都アガスティアはあの女にとっては何の意味もない場所だ。仮初めの意味しか持たぬ町に奴が自らの拠点を置くとは考えがたいからな。それじゃあ次はそのラビ島を目指せばいいんだな。そうだ。ただもちろんここを無事に抜けてからの話だがな。黒騎士！貴様これ以上は進ませんぞ！敵に情けをかけてやれるほど私の心は広くない。立ちふさがるというのなら覚悟しろ。滅びを与えよう。この程度か。わかってる。
無事ならよかったです。なあなあ、オイラさっきから思ってたんだけど、黒騎士のやつルリアにはなんだか優しいよな。妙に親しげっつうか。いえ、黒騎士さんはきっと私に優しいわけじゃないです。お、でも明らかに他の連中とは扱いが違うぞ。でも黒騎士さんは私を見ていないと思います。まるで私を通して誰か別の人に話しかけているような、そんな感じがするんです。